さあ準備が整ったようです。それでは2人に入場してもらいましょう。初めから飛ばしていくつもりだろ。もちろんだ。見せてもらおうか、修行の成果を。では天下一武道会準決勝第一試合始めてください。俺はこの時をずっと待っていたんだ。前の天下一武道会は確かに俺が勝利した。だがあれは運が良かっただけだ。今回は運ではなく実力で、はっきりとお前より上に行ってやる。頭かってんな。運も実力。おめえとタカ君はオラも楽しみにしてたんだ。トゲットだ。その通りだ。遠慮なしでやらせてもらう。果たして今回はどちらが勝利するのか。はっきり言って結末が全く予想できません。感染者ガードしました。さあ今審判選手はどう攻めるつもりでしょうか。3選手ガードしました。さあ今審判選手はどう攻めるつもりでしょうか。激しい攻めです。さすがだ。スピードの差があってもそれをものともしないとはな。だが俺の目は常にお前を捉えている。逃しはせんぞ。これはとんでもない試合です。まさに攻撃をする暇もありません。サン選手ものすごい連続攻撃で攻めていきます。サン選手見事に技を当てました。新発選手の大技が孫選手に炸裂しました。いや、やっぱやんな。さすがだ。これだけ動き回ってもまだ息が上がっていない。それでいい。お前との勝負はそうでなくては面白くない。間違いありません。両者3年前の決勝よりはるかに実力が上がっております。恐ろしい2人です。一体どこまで強くなるのでしょうか。そしてどちらが孫選手気合を入れました。おっ孫選手ものすごい連続攻撃で攻めていきます。体温まってきたぞ。孫兵、お前は全くすごいやつだ。あの3年前の時点でその強さはまさに完璧だった。そいつをさらに上回るとは恐れ入ったぜ。おめえだってやっぱすげえや。相当修行したんだな。もちろんだ。負けたくはないからな。これはまたとんでもない試合。まさに息をする暇もありません。おお、天津飯、ちょっとたまな。俺ちょっと服脱ぐからな。服？ああ、好きにしろ。暑いからな。ああ、ちょっとここで息をつくようです。孫選手、道着を脱ぎ始めました。無理もありません。この暑さであれほど動き回れば。よっ。なあ。孫、このシャツちょっと見せてもらっていいか。ん？あ、ああ。何？孫、お前、今までこんなのを着て戦っていたのか。あ、神様がな、これも修行だって。リストバンドも、まさか靴もそうなのか。うん。亀仙人のじっちゃんの修行の時もさ、亀の甲羅背負ってたんだけど、同じようなもんだな。
何のんびりしてんだよ。俺が片付けてやら。ああ、悪いな、クリリン。気つけるよ。おめえからな。なんだよ、こりゃ。お前、これって普通の重さじゃねえぞ。だろ？片っぽだけで20キロだもんな。足がだるくなっちゃってさ。よしと。全部で100キロ以上はある。なんと驚きました。孫選手、これまでは重い服を着て戦っていたようです。それであの動きをしていたわけですから。いやいや、言葉が出ません。軽くなった、軽くなった。お待たせ。なるほど、これでさらに速くなるわけか。いいだろう。お前がその気なら、俺もとっておきの必殺技を披露するまで。とっておき？一体どんなんだ？お前がいくら身軽になったとて、十二の目から逃れられるかな？十二の目？死神の剣！なんと天津飯選手が4人になったように見えます。どうなってんだ、残像剣じゃねえ、みんな本物だ。その通りだ。まさかまさかの4対1。これは孫選手、どのように対処するのでしょうか。やっぱおめえはすんげえよ。目の天下一武道会からずっとずっと強くなってる。ほら、ワクワクが止まんねえぞ。悪いな、そう。今回も俺が勝たせてもらうぞ。ヒヒン、そうはいかねえぞ。確かにおめえの技にはびっくりしたけんどさ、勝つんはおらだ。では決着をつけるとしよう。お前か俺か、どちらが上かはっきりさせるぞ。ああ。この指針の剣を破れる者はいない。そんな奴、スピードが。お願い、4人で組んだら、オラスピードで勝負だ。4人の天津飯選手相手に、孫選手はスピードで対抗。目に止まらぬもので、天津飯選手を翻弄と打ちも本当に強い。まさかの孫選手も、少々戦いにくいか。果たしてどちらに勝利の女神が微笑むのでしょうか。追い詰められるな、どっちかな。決まりじゃねえさ、この勝負、最後は一瞬で決まる。ほら、わかんだ。ほう、ではお前の予想が当たるかどうか見せてもらおうか。まさか4人相手に全く同人とは。オラだってしっかり修行してきたもんね。こんなことで慌てたりしねえさ。面白い。ありゃあ、ちょっ、油断しちまった。イエイ。これなら通る。通すぞ。孫選手、素晴らしい技の冴えです。天津飯選手の大技が孫選手を直撃。すさまじい破壊力です。孫選手の大技が炸裂しました。さすがのお前でも4人相手では後手に回るようだ。この目から逃れる術はない。天津飯選手、気合を入れ直した。ここから一気に飛ぶようです。天津飯選手の見事なチーム攻撃、とんでもない技で孫選手を追い込みます。ダウンです。孫選手ダウンしました。ワン、ツー、スリー、ファイト。孫選手の怒涛の攻撃、天津飯選手を圧倒しています。天津飯選手
ちの強烈な戦闘が三選手に命中。これは効いているぞ。三選手の猛攻撃、反撃を許しません。孫選手の攻撃が続けざまにヒットしました。孫選手ものすごい連続攻撃で攻めていきます。あっと、天津飯選手の攻撃が孫選手を捉えました。孫選手の攻撃が続けざまにヒットしました。孫選手すごい気迫です。まるで驚いたけんど、この技もうオラには通用しねえぞ。なんてやつだ。なんとなんと、孫選手数的不利をものともせず互角、いやそれ以上に天津飯選手と戦っております。うわ、やっぱおめえとの試合は面白いや。でもそろそろ勝負決めねえとな。天津飯、次で勝たせてもらうぞ。勝たせてもらう、バカなことを。へへ、その技の弱点もう分かってんもんね。弱点だと。4人になったのは失敗だったな。しまった。なんと。へへん、勝った。おめえらしくねえ疾病だったな。4人になったのはすげえ作戦だったけどさ、一人の力4人に分けたから攻撃も守りもスピードも全部4分の1の力になっちゃったもんな。まさかこうもあっさりと見破られるとはな。乾杯だ。武空術を使う暇もなかったぜ。どうも、場外です。天津飯選手まさかの場外負け。孫悟空選手、決勝戦への進出が決定いたしました。悟空のやつ、あれほど動いたにもかかわらず息が乱れておらん。今の悟空の一番恐ろしいところはパワーでもスピードでもない、とんでもないほどのタフさを身につけたことじゃ。やっただな、悟空さん。すごかっただよ。オラぶったまげちまった。とんでもねえ武道家になっちまったんだな。へへ、見直しただろう。惜しかったな。いや、惜しくないさ。はっきり言ってあいつの強さは桁違いだ。まさかここまで腕を上げているとはな。さて、と、いよいよか。父、ちょっとおめえ、表に行っててくれっか。え？ああ。